大岩豪監督率いる U から23日本代表は現地時間8月2日パリ五輪の準々決勝でスペインと対戦0対1で迎えた前半40分 FW 細谷正弘のゴールで同点に追いついたと思われたがビデオアシスタントレフェリー VAR によって取り消された紙一重で幻のゴールとなった事態に海外記者はもはやサッカーではない いかにひどいかを物語っている、と指摘している。スペインとは前回大会の東京五輪の準決勝でも対戦し、延長戦の末に日本が敗れたこともあり、3年越しのリベンジマッチとなった。しかし前半11分、MF ・フェルミン・ロペスにペナルティーエリア手前から豪快なミドル弾をゴール右に叩き込まれた。パリ五輪で初失点となったが、ここから日本のペースへと傾き、反撃する。 そして0対1で迎えた前半40分物議を醸すシーンが起きる ][MF 藤田ジョールチマがペナルティーエリア内へ鋭いパスを送ると相手 DF を背負いながら受けた細谷が反転しながら右足を振り抜きゴール左へと流し込んだしかし VAR が介入しパスが出された瞬間に細谷の右足がわずかに出ていたとしてゴールが取り消されることになった 試合の行方を左右するには、あまりに紙一重すぎる判定に、海外記者は VAR の意義に疑問を呈している。アルゼンチンメディア、ラシングマニアコス、のイグナシオ・ラソポ記者は、日本人の足の位置によって、同点のゴールが無効となった。実情は別のスポーツとなっており、もはやサッカーではない、と指摘した。また、アルゼンチンメディア、ザ・スポルティング・ニュース・アルゼンチン。 の不安エステベス記者は公式 X、旧ツイッターに、このプレーは、現在のオフサイドルールがいかにひどいかを物語っており、早急なルール変更が必要であるかを示している。わずか1センチ、足を伸ばしただけで、前に出た、と罰せられる競技になった、と、過剰な判定がサッカーの醍醐ご味を損なっていると警鐘を鳴らしている。